へいよ、hey、キャンツマッシュです。今日までからやってくるんですけども、今日はですね、ツイッターにて、キョスケと鏡のバランス調整内容と、えー、実施日、えー、が決まりましたので、それはですね、まあ、ツイッターや YouTube の皆さんにね、速、え、報、ー、で届けようかなといった感じで、えー、短い動画になっております。えー、見ていきましょう、えー。キョスケ、HP がちょっと減ります。えーパえー、と数値で言うと5%、HP が5%減るといった、えー、計算です。そして、えー、ミラーカード。 今まではプラス2レベル出てきてたのがプラス1レベルになります要は、えー、こんな感じで、まあ、鏡は元通りの、えー、プラス1レベルでキョスケは HP5% 下方修正とい、えー、った部分になりますうーんそうですねまあどうなんだろうキョスケはね多分まだ余裕で強そう HP5% 減るってことは早く退場することにもつながるのでえっと何だろう キョスケを防衛で使う時にに便利になったりっていうのもあるしまあただ5、5%修正したことで、例えば今までの、ああ届くんかーいっていう、タワーにオんあんって届くんかーいってやったやつが、まあ届かなくなるっていった部分で、まあ使ってみるとね、意外と5%ってでかいのかなっていうふうにも思ってはいますま。ただね、言うてもやっぱ強いなっていう、HP5% と、あと何かもう一つ攻撃速度か、 えー、ダメージ、えー、死亡時ダメージら変の弱体化が来たら、まあ、普通になるっていう風に、個人的に思ってたので、まあ、気をはね、強すぎたっていう部分から、まあ、やや強いっていう感じ。うん。まあ、強いと思います。で、問題はミガーカードですね。こいつが、今ね、この16レベルだけど、15レベルになるといったところで、この時のミガーって、まじまあ、全然使われなかったよね。まあ、 このね、16レベルの鏡によって、まあ、鏡の強さって分かったよねって言った部分で、まあ、残ってくる、えー、デッキが出るんじゃないかなと思うんだけど、まあミガーゴブリンバレルがタルババで処理されるし、えー、って言ったことね、フォーバリングもファイボで飛ぶしって言った部分で、まあ、ちょっと圧がなくなるよね。1レベル上がると、確かステータスが全部10%ずつ伸びるんかな。確かそういう計算式だったと思うので、えー、まあ、シンプルに、うん、でかいよね。うん。 まあ、といったところで、鏡部の方は結構終了に近づいてそう。やっぱ、京介団体もまあもちろん強いんだけど、京介らしがからのケツ京介ミラーっていうのがまあ割と強かったので、まあ、この2枚弱体化でかなりね、落ち着いて、うん、いろんなデッキ幅が増えてきたりだとかするかなと思います。まあ京介は強いので育てといて損はないかなっていう気がするんですけども、反、え、感、ー、を買いまくってもう一回弱体が食らうとなったらまあ知りません。はい。 えー、実施日なんですけど、来週です。えー、来週の日にちはまだ決まってません。あの来週っていう時期だけ確定しました。あのー、今週末に世界大会の予選があって、それは、えー、今まで通りの環境。で、えー、それが終わってから世界大会直前にバランスが変わるといったところで、えー、タイミングやばくねって思う方いると思うんですけども、えー、もうね、世界大会出場が確定してる選手と、えー 出場する可能性がある選手たちにアンケートを取ったところを、えー、弱体化してほしいという意見だったので、えー、世界大会前に、えー、調整したといったところですね、えーまあ、各選手の仕上げてくる速度とかアナリストの、ね、作戦とかの準備が、ね、期待されるんじゃないかなと思います、まあ、過去にねあのライドラが実装されてからの世界大会があってぶっ壊れライドラがいたりだとか なんか、まあえぎごれうんぬんとかそういうのもなんかあったんで、えぎごれが登場してとかね。まな、あえー、何らかの世界大会じゃ盛り上がるかなと思っているので、あとは見守っていきましょう。えー、昨日出したですね、あのー、大会の、えー、動画、いろんなね、意見、えー、いただきました。まあなんか本当に全部参考になったので、今後も皆さんね、あの素直にコメントしてもらえたら、えー、すごい剣つめし、個人的にも嬉しいかなと思います。ということで、今日でもう一本ね、この後、KK との対談動画。あの、結構ね、あのー、 カメラも3視点とか固定したあのクオリティの高いねフェンネルのスタジオで撮った対談動画が上がるので、まあ、それをね是非、えー、見てくれれば嬉しいかなと思いますということでおつみしバイバイまたねー